はい皆さんこんにちは今回はですね量子コンピューターを学びたいから学ぶというね自分の決意動画になっています私はですね1990年代の後半96年97年ぐらいからですねこのまあずっとなんですけども昭和のアルゴリズムというものを知ってからですねこの昭和のアルゴリズムというものをね理解したいというね、えー、強い、えー、気持ちを持っていたんですけれどもまあ1997年ぐらいからまあ 量子コンピューターに関する書話のアルゴリズムに触れた、えー、量子コンピューターの方も出始めたりしてたんですけれども、まあ、物理的な、ねえー、基礎ができてないっていうことで、まあ、量子力学が、えー、それほど理解できていないで、えー、チューリングマシーンの記号も頭に入ってこないということでねもう二十数年かしこの昭和のアルゴリズムを理解したいってい気持ちはあったんだけど全然理解できないまま二十数年。 なんですがついにですね、まあ、自分の中でですね内的変化が起きてですねこの学びたいと思っていた気持ちが学ぶに変わったということを決意、まあえー、の動画としてね投稿させていただいております、まあ、いろんなことをね、えー、ちょっとお話しするんですけれども そ量子が量子っていうかまあ粒子でもいいんですけどまあ、素粒子粒子があってですね、えー、磁界中磁場がかかっているところを通った時に、まあ、上に行くか下を向くか下に行くか、えー、右向きスピン左向,き左向きスピンっていうんですかね、まあ、とにかく、えー、粒子に関して 2, 2状態が取れるとそのうちの状態の1つをゼロとしてそのもう一方を1とすることによって えー、二進表示ができますよということなんですねでこれでだからコンピューターこ,この01というものを利用してコンピューターは作れると。でですね量子コンピューターの最大の利点はですねなんとですね非常に驚くべきことなんですけども例えばこのような粒子をですね、まあ、10個並べて、えー、このような2状態をその10個について実現させたとしたらば。 えー、その状態数というのは2の十乗で1024通りの状態を作ることができるわけですよね。ですがですね、えー、ある状態においてはこの1024通りがですね一つの、えー、なんていうんですかね重ね合わせの状態になっているんで、まあ、あたかもその1024通りがですねその一つの中で実現しているというふうに、えー 言えるんですよねこれこれはもう実験的事実なわけですよね。だからこの事実を利用して量子コンピューターというものを作ると。でまあ普通のコンピューター通常のまあチューリングマシーンというものが原理としてあるそのコンピューターというものはですね、まあえー、例えば、えー、このようなスイッチがねオンとオフがあのちゃんと実現できているスイッチが10個あったらば同様に2の十乗後1024の状態を 再現することはできるんですけども一つの状態を表すのにまあ一つ分使うわけなんで1024個分を、えー、実現しようと思ったらですね1024回分やんなくちゃいけないわけですよね。ですがその1024回分っていうのが量子力学の、えー、事実あ,のある事実によってそのような状態が重ね合わせの状態で成り立っていて。 例えば、えーまあ、こ,のもうこの例を使うとですね1024回計算しなくちゃいけないことがあったとしたらまあ普通の通常のコンピューターはまあ文字通りだから1024回計算しなくちゃいけないんですけども、うん、その量子コンピューターにおいては1024通りがですね重ね合わせの状態で成り立っていてそこからポーンと答えを出すようにうまく仕向けて仕向ける観測をしてあげればですねこの回、えー、がです、ね、ポーンと飛び出てくる。 可能性が高確率であるよということを、えー、実は量子コンピューター言ってるんですよね。これ非常に驚くべきことですよね。ねえー、で、えー、このショアのアルゴリズムってのはどういうものなのかって言ったらですね、えー、ここに、まあ、RSA 暗号っていうのをここに書きましたけども、まあ、今現在ね、コンピューター、インターネットなどで使われている暗号は RSA 暗号と呼ばれるものですね。えー、まあ 開発者リベストシャミアエーデルマンって人の頭文字を取った RSA 暗号って呼ばれたんですけどもこれはまあ公開鍵とかね公開鍵暗号一方向暗号というものですよね。例えば非常に簡単に述べると、まあ、P1P2 っていうね、えー、2つの素数があった時にこ,のこれを掛け算、えー して1、えー、つの数,、うん、数を作ることは簡単だけど逆にですねこの p1p2、うん、これをだから largep としてこの largep がポンと当たられた時にこの p1p2 に分解することは非常に、えー、困難ですよという、えー、ことを利用して作られている、えー、暗号ですよね一方向性関数って言いますよねだから f、うん こっち側の向きは非常に簡単なんだけども F インバースを求める時に非常に困難になるような関数というものがあってそれがまあだからこの場合で言うと2つの素数の積を計算するのは簡単でその,積,の積から作られた P っていうものを因数分解素因数分解するのが非常に困難だっていうことを利用して RSA 暗号というものができていると。 言うんでですすすがまこ、あ、このととを利用するとですね今これ2の10乗個って言いましたけどもこれ別に10個にこだわる必要はなくてですね、えー、もう100個でも何個でもいいんですけどもということはこれ2の、ね、N 乗だからということはもうこれ指数関数的にグーンと状態数がですね一気に上がってしまっちゃうわけですねということはですね量子の数が大き,けれ大きければ大きいほどですね今この困難だって 今この r s 暗号を解読するのは困難だって言われているものがですねその、えー、なんていうんですかねその、えー、だからこの状態数の、えー、例で言うとですねこれだから何が困難な,困難なのかって原理的にはですね、えー、この P をですね P1P2 に、えー、2つの素数の席に分解するのは実は原理的には簡単なことでちっちゃい素数 でどんどん割ってって、えー、いつかはだからある、P、その P1 というものに到達すれば P1 で割り切れるし割り切れた P2 が出てくるでしょっていうことなんですけどもあまりにも数がこの P がですねラ、えージピーグの数数というかまあ桁の数がね途方もなく大きければそういう、ね、素数を一つ一つで割っていくのに莫大な時間がかかってしまう何千年とか何万年とかか,かってしまうということからその、えー、困難性が担保されてるわけですね。ただしこの今言って 量子規格のこの状態の重ね合わせというものを利用するとですねその莫大な組み合わせというものがその重ね合わせの中で実現できているのでそこからうまく解をポンと取ってあげればですねなんとそのこの RSA 暗号というものが解読できるよっていうことを示すアルゴリズムを初めて提示したのがこの s h o w a という人で1994年なわけですよね。 非常にだからまあ私も興味関心を持つわけですよね。でそのだから興味関心を持っていることの一つとしても、えー、だからこの状態の重ね合わせこれはもう事実として起き,起きてるんですよね。私はまあだからちょっと信じられないなって気持ちが強いんだけどもだからもうこれはもう事実としてもう両親の,、えー、の世界においてはこういうことは、えー、状態の重ね合わせでもう えー、2の2の,2の n 条項の状態っていうものがいくらもうとんでもない数だったとしても、えー、重ね合わせの中に実現できていてそこで観測をすればなんか一つに決まるよということがもう、えー、これ事実としてあるんですよね。でこれがだから私はね納得できてないのでそれを知りたいあ知りたいというか、まあ、納得したいっていう気持ちで、まあ、量子理学を勉強したい そしてそこからですねまあ観測して、えー、じゃあこれはいいでしょう認めるとしましょうとで認めた時にじゃあそこから観測して一つのなんか解がボン出た時にじゃあ本当にこういう P1 とか P2 の解がどうやってそのこんな状態の重ね合わせから取り出すことができるのっていうことの疑問ですよねそれはまあショアのアルゴリズムにね、えー、結びついてくるんですけれどもそういうことをまあ理解したいというかまあ そういうことをずっと思ってたのをまあ学ぼうというふうに思う決心をすることができました。そしてまあ、もう一つここに書いたんですけども、楕円曲線暗号というものがありますね。楕円曲線というものは、群構造を持っていますね。で、ここに、A の X 乗 B モ P、モード P でって書いたんですけども、例えばこれ実数だったら、この X を求めるのは、ログを取ってしまえば、X イコールでログ A というふうにね、書いすぐ求まっちゃうんだけども、 えー、こういう数論のね場合においてはですねこれ理算対,対数問題理算的なんですねこれね整数論、まあ、整数論っていいのかな理算的な対数問題を解くというのはやっぱりこの、えー、先ほど言ったこの素因数分解するのと同じように理算、えー、対数を求めることを理算対数問題っていうんですけれども やっぱりその原理的にはできるんだけどできるけれどもそれをえ実際に行おうとすると莫大な時間を要するということになってるわけですね。で楕円曲線暗号っていうのはその離散対数をえ解くためのえアルゴリズムがあっても、うん、それは時間的にもうね何万年も何千万,何千万年もかかるから安心だっていう原理なんだけどもやっぱりこのようにねそのような。えー 状態をね重ね合わせの状態で作ることができてしまって解を取り出すことができただったらばこの大円曲線暗号というものも量子コンピューターというものが実完全に実現できた暁にはその解読されてしまうよということが理論的にショアによって示されたというわけですよね。とてもなんかエキサイティングする話ですよね。 になっているその暗号技術っていうものがことごとくその破る破られてしまうということですね。はい。でもう一つちょっと量子コンピューターについてお話ししたいことはですね、その量子コンピューター量子チューリングマシンですね。原理ですね。量子コンピューターの原理を初めて定式化したのはこのドイツェって人ですね。でこのドイツェって人はですね、えー、多世界解釈論者。 らしいですね、えー、で多世界解釈っていうのはこれ解釈なんで、えー、別に実験的な事実があるわけではなく一つの考え方なんですけれども、えー、1024通りここに書いた例で言うとですね1024通りの状態の重ね合わせがありますよとでそのところから一つ観測するとまあ一つ、えー その状態から一つが選び出されるというか、まあ、決定されてしまう。これはまあコペンハーゲン解釈なんだけれども、というものですね。この現象についてまあ解釈すると、まあ、コペンハーゲン学科の人たちは、まあそえー、状態が収縮するという表現を使って、まあ、人と、あのこのここに決まりますよというふうに言ってるんですけども、えー、ドイツェって人は多世界解釈というものを取ると。つまり、この1024通りっていうのは、 えー、もう、えー、別々の世界でそれ実現されてるんですよと、えー、重ね状態の重ね合わせっていうのは現実に、えー、例えばこの場合で言うとですね1024通りが別の世界それぞれが別の世界で、えー、状態が成り立っているところは、えー、観測することによってこの、うんえー、と現世にというですかね現実が一、ねまあ、つ決まったものだけが戻ってくるんですよみたいな。 ことですね多世界解釈っていうのはつまりパラレルワールドが存在するよという、まあ、解釈ですよねこれはまだから量子力学の一つの解釈になるわけですよねでこれ解釈だから、まあ、コペンハーゲン解釈であろうと、えー、多世界解釈であろうとそれはまあ実験的に何にも、えー、定あのどちらが正しいとも間違ってるとも言えないわけですね ただもうこちらの方の1024通り2の10 10個粒子があった時に状態っていうのが1024通り状態の重ね合わせでもうできちゃってますよっていうことはこれはもう揺るがない事実と量子力学における紛れもない成り立っていなくちゃいけない事実だということになってるっていうことなんですね。 これもだからすごく不思議なんで、これも納得したいということで、結局だからまあちょっと前置きが長くなりましたけども、量子力学、量子チューリングマシン、ショアのアルゴリズムについて、えー、学ぶ、学びますと、勉強を始めますということを宣言しますということですね。で、えー、で、こっからですね、どんな本を使って勉強しようと思うかということをちょっと述べていきたいなというふうに。 思います、ね、で最近ですねこの「量子コンピューター入門」っていう本を買ってですね、えー、これ非常にそのなんか字も大きくて読みやすそうだなというふうに思ったわけですね。まあ、ただ読みやすそうに思える本が実際に読めるかどうかは、えー、また別の問題なんですけども例えばですねこの前書きにですね、えー、本書は、えー、量子コン 量子コンピュータータ問と大で主にに大学初年級向けに行った講義を取りまととめたものであると、えー、講義を行うにあたって量子力学もとより線形代数の知識もほとんどない入学したばかりの学生が講義を聞くだけで理解できるように特に配慮し量,量子力学についてはその思想から解き起こしたということですね。 まあだから数学については並行して進んでいるはずの線形代数の講義に期待してということが書かれてるんですけどもまあなんかあの全くの初心者が読んでも、えー、一から書いてあるような感じですよねそしてこの本だとですね書話のアルゴリズムについてもですね結構、えー、書を咲て丁寧に 説明されてるる感じがすすわけですねで仮定される数学もですねまあ、えー、線形代数ですよということですねでここを出てですね線形代数っていうのが大きなテーマになってくるわけですけどねで線形代数だったらね私もまあ、えーまあ、ほとんど忘れてしまったとはいえまあ一度学んだことがあるわけですだから、まあ、この量子コンピューター入門というものをまず元にしてですねちょっと、えー、量子コンピュータ、えーちょっと勉強始めてみようかな とというのがまず一つとですね、えー、と最近ですね、まあ、こんな本も見つけてしまいました。えー、現代の量子力学という本ですね、えー、これもですねなかなか興味深いことが書かれててこれも最近出た本ですよね。量子情報量子測定を中心としてということでまあ、えー、ここはまあ本の序文がですね表紙に書かれてるんですけれども、えー、なかなか興味深いことが書いてありますね。 えーまあ、シュレーディンガー方程式などを天下り的に行為とするスタイルもこの本では取りませんよと代わりに情報理論の観点からの最小限の実験事実に基づいた論理展開で確率解釈のボルーン則や量子的重ね合わせの状態の存在つまりこれですよね私が疑問に思ってる、うん、疑問というか信じられないなっていう気持ちを、えー、心の片隅に持ってるこの状態の重ね合わせというものを の存在を証明してくれるんだとということですよねでまたですね量子力学は古典力学に出てくる量子の位置や運動量の値のように測定以前から存在している物理的存在を扱う理論ではなく物理量の確率分布に基づいた一種の情報理論であると正しく認識させることを目標しているだから量子力学というのがまあ一種のその情報理論なんですよということを述べているらしいですね。そこもまた興味持って 持つところです、ね、私もちょっと情報理論というものに、えー、興味を持っていてですね、まあ、全然勉強はしてないんですけども、まあ、興味はすごく持ってるんですね。というのもですねだから物事をどんどん細分化していく、まあ、素粒子論とかねそういうものに、えー、を 深めていけばですね、その情報ってものがね、だんだんその大きなウェイトを占めていくんじゃないかっていうふうに思ってるんで、えー、ちょっとこの観点の、ね、本もちょっと読んでみたい。で、まあ、ちょっとペラペラペラって見てたところ、最初はなるほど、なんか字も多そうだし、読めそうだなということで、引き続き、だからこ、えー、こちらのね、量子コンピューターー門はこれ量子コンピューターですよと。で、こっちはですね、まあ、げえー、情報理論的な、えー そのの量子力学をこちらの本で学んでいいくということですねでこれはですねなんかもっとねあの過激なことも書いてあっていわゆるさっき言ったその多世解解釈とかコペンハーゲン解釈みたいなものがあるんだけどあるっていう話をしたし、えー、それはもうあるっていうことはもう常識になってると思うんですけれどもこの本によるとねえー、とですねこれはなんかし、えー、収縮、えー、波動関数の収縮って そんなものはないよと。えー、そ,そんなものはなそんなもん考えなくてもいいですよということも主張しているというね、ちょっとここも大いなる関心を持つところではありますよね。はい、ということですね。でですね、えー、これ今す量子コンピューターと 量子コンピューターの方面から、えー、量子コンピューター量子力学を学ぶと情報理論から、えー、の方から、まあ、現代の量子力学を学ぶとじゃあ数学からといった時にですね私こういう本を持ってたんですよ線形代数と量子力学竹内外資さん有名な人ですね数学基礎論で有名な人なんですけれども、えー まあ、素粒子論の本とか、ね、素粒子物理学の本などとも,、えー、も出していて、まあ、私は後でまた紹介するんですけど例えばこの竹内会士さん「無限小解析と物理学」みたいな本ね、えー、も出してる人がいるんですけどもこれですねこれもずっと私は前から持ってるんですけどもまあいよいよ読む時が来たなということですね。これ何かっ,て言ったらです、ね、線形台数 量子力学っていいいうのはすごく相性がいいよということが書かれてるんですね「で線形代数」を勉強してですね量子力学を勉強しないのは損をしてるよということをこの竹内外さんは言ってるんですね。で量子力で使われる数学的な枠組みっていうとですね、えーまあ、無限次元の空間を扱うので、まあ、無限次元空間が出てくるまあ もっと言うとヒルベルト空間ですね複素ヒルベルト空間というものが出てくるんですけどもそれをですね線形代数で、えー、代用できるんじゃないっていうことをこの方言ってますよね。 n 乗の、えー、複素ユークリット空間でその n が十分大きなものとして考えればその量子力学を勉強するのに、えー、線形代数の知識で、まあ、ある程度は大丈夫ですよみたいなことで書かれているんですよね、えー、だからこの本の章立てもですね線形代数の、えー、入門的なことが書かれ、まあ線形代数とか線形空間に関する理論ですね。主に物理、えー、量子物理理量量子子か 量子力学で使う線形代数のことが書かれていて、まあ、それは線形空間ですね線形大,あの大学の数学科の線形空間のところで学ぶところが書かれていてその後に量子力学について書かれていてなんと最後は、まあ、量子論理というものね量子論理というものが書かれていますね、うん、まあ、えー、竹内外治さんはね数学基礎論の専門家なんで まあこちらえー、もうだからご自身の専門で実は量子論理というものが書かれてて量子論理というものが書かれて最後にですね量子集合論っていうものについて若干触れてるんですねでこの量子集合論っていうものはですねまあ、えー、何度竹内外資さんが創始されたらしいですねで、えー「量子と情報」小沢正直さん ちょっとまあいろいろ話が飛んでしまうんですけれども、えー、この方はですねまあ、不確定性原理のハイゼンベルクの不確,定不確定性原理というものが間違っていてそれについて修正をしたってことで有名になった人なんですけども、えー、この人はもともと数学の人基礎論の人なんですけども、えー、そのだからハイゼンベルクとかねそういうまあ量子力学、うんまあえー、不確定性原理とかを緻密にやろうとした時にその、えー 竹内外資さんのこの量子論理量子集合論というものが非常に役に立つよっていうようなことがねこの本に書かれてますね。うこれもなかなか面白いですね。だから、小沢正直さんだからハイゼンベルクの不確定性原理をちゃんときちんと修正した不等式を作ったってことで有名な人ですね。はい。 でですね、ちょっとまたこっちに戻るとですね、線形代数と量子力学だからこっちは、この方は数学者ですね、この数学方面から線形代数方面をしっかりやることで、その量子力学にリンクさせるっていう方法を取ることができるということですね。で、これも読んでいこうと。で、さらに最近ですね、こんな本も見つけましたね。量子力学10 ね、これは著者の谷村省吾さんという方は積極的にそのツイッターでも発言されてるでこ,れでこれですよ線形台数がかかれば量子力学も分かるとこの竹内外史さんの「線形台数と量子力学これも」これは結構古い本だと思うんですけれども、えー、それとまあ完全にリンクしてるんですねで実際に谷村省吾さんのこの「量子力学十項」の方でも、えー、この本について、えー、線形台数と量子力学について触れてるわけですね。 だから参考文献にも挙げているわけですし結局だから、えー、それは真実だと思います。量子力学を学ぶには、えーまあ、線形代数をある程度あ線形代数を知っていればある程度その、えー、理解することができますよと、まあ、ただしその、まあ、ヒルベート空間ね無限次元特有のこともいろいろあるんだけれども、まあ、そういうことに、えー 怯えてあの、ね、ヒルベッド空間知らないと量子理学できないっていうんじゃなくてその線形代数だけで、まあ、ある程度いけるしその無限次元特有のいろんなことが出てきたらそれについてはねきちんとね、えー、そこはすあの無限次元特有のものですよということを指摘すればだあの理解に差し障りないでしょということで現代版の線形代数と量子理学こちらだから竹内外史先生は数学者ですけども こちらの量子力学10項の谷村省吾さんはまあ物理学者ということで物理学側の、えー、からの線形代数と量子力学ということで、まあ、これもね同時に読んでいきましょうで量子力学10項で10項ね10項分読めばまあ量子力学がわかるとでしかもそれは線形代数が分かっていればわかるよということで非常にその心強い えー、本だなと思いますので、うん、これも同時に読んでいきましょうということです。ということで、えー、ちょっとまた繰り返すとまあねこれを読むとこれはだから量子コンピューターの本昭和のアルゴリズムにして書かれていると,ということですねでこちらは、えーまあ、情報理論から見たり、えー、量子力学で、まあ、興味深いんでまあ見てみるとで2冊、えー、線形代数から量子力学を、えー、勉強しましょうと。 こちらは数学者が書いた本でこちらは、えー、線形代数から量子力がわかる、えー、物理学者が書いた線形代数から量子力が分かる本だと。いやーこれでなんかもう紹介してるだけでなんか完璧なような気がしてきましたけどもそしてもう一つですね皆さんに紹介したいのはですね竹、えー、井外史さんの本、えー、実はこの本、えー、最近改訂版ができてその改訂版 情報第2版なんですけども「えー、暗号と量子計算」っていう「暗号と量子計算機」というね、えー、タイトルの、えー、文章も書いたんですね実はこれ数学セミナーに、えー、書かれていた文章が、えー、第2版になってリられたということなんですけれども、えー、そこにですね、えー、竹内外さんこれ 数学セミナーでは1997年11月号12月号で書かれた文章をこの本で掲載しているわけですけれどもその数学セミナー私読んだんですね1997年11月12月号その時にですね竹内外資さんはですねこの数学セミナー史上でこんなことを言ってるわけですね「書話の,のアルゴリズムを理解したいんだったらば、えー、名古屋大学情報数理科学 解析情報数理解析論講座での修士論文を読むと、えー、非常に丁寧に、まあ、丁寧とは書かれてないか、えー、非常におすすめしたい、えーえー、論文がありますよとそれ西村正美直道さんという方がな量子コンピューターの計算量っていう本を特にその書話のアルゴリズムをね勉強したいという人に進めたいと。 ここでは量子計算機の定義から書話の仕事の証明までは全てが収められてるっていうことを、えー、この1997年11月10 12月号ですかね1997年のすぐすの12月号で、えー、発表しててでこの時にですねこの文章数学セミナーでこの文章を読んでですね私はですねこの西村、えー、正道正道さんの、えー、この量子コンピューターの計算機 手に入れたいいと思いましてです、ねまあ、もう卒業していましたけども大学の数学科に行ってですね数学科図書館を通じてですねこの、えー、修士論文名古屋大学情報数理解析論講座での修士論文西村さんの量子,コンータ量子コンピュータの計算量っていうね論文もなんと手に入れたと1997年にはいそれがこれなんですねでこれも 最でねこれ1997年に、えー数えー、さっきも言ったように数学科の図書館を通じて、えー、大体1枚ね30円ぐらいでコピーしてトータルでいくらなんだっけ3015円、うん、何ページあるのかな副社代を払い副代と送料を払えば74ページ分で3000円 ?3000 円ちょいでコピーできたんですよね でこれは竹内外資さんが滑る最もその,、えー、その当時昭和のアルゴリズムについてきちんと勉強したい方が読むべき、えー、論文ですよとまあレビュー論文ではあるんだけども当時だから昭和のアルゴリズムがね出たてなんでこれはもう非常に価値があるということなんですけれどもでもね当初これ、えー、いいよやった手に入れたと思ってやっぱり読もうとした時にその記号が読めない。 何書いてるか、ブラケットとか全然不慣れでっていうことで放置したままこれもだから二数年ですよね。で、この論文もついにそのさっきね紹介したそれぞれの本をね読むことによってついにこれ読み解くことができるんじゃないかという期待が自分の中で起こっておりますと。はい、ということで、量子コンピューターを学びたいから学ぶという えー、自分の決意表明の動画なんですけども、はい、もうそのために宣言します。はい、ここに書いてあります。2022年1月10日頃、えー、量子コンピューター、ショアのアルゴリズムについて、何らかの、えー、動画、えー、勉強した結果発表の動画を、えー、出したいと思います。これはもう、えー、自分の、えー、決意の表れですね。もう勉強すると。もうそういうそい 時が来たじゃあもう実際に日時を指定してその時に出すことにするということですね。これがだから YouTube のいいところですよ。これも私もですね、数学の動画ずっと上げてますけれども、これ YouTube なかったら全然数学勉強してなかったと思うんですよね。自分が YouTube をその、えー、数学動画を上げるというね、モチベーションによって数学を勉強していた。だから皆さん、えー あんまり大したことを発表できないかもしれないんですけども、2022年1月10日頃、えー、量子コンピューター、特に初話のアルゴリズム、えー、についてのね、関係の動画、えー、出します。何らかの形で出します。ひょっとしたら全くね、えー、ほとんどプラスアルファ、 のことを伝えられないかもしれないんですけど、まあ一応それを頑張ってね、ショのアルゴリズム関係の動画を出すということを目標に頑張っていきたいと思います。決意動画表明の動画決意表明の動画でした。聞いていただきましてありがとうございました。